ジェイソン・シュワルツマンは、アメリカ合衆国のコメディ俳優。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。父親は、映画、郵便配達はに度ベルを鳴らす、ネバーセイ・ネバー・ゲインなどの制作を担当した、ジャック・シュワルツマン。母は、女優のタリア・シャヤ。同母帝に、ロバート・シュワルツマン、イボアニに、ジョン・シュワルツマンがいる。フランシス・フォード・コッポラは、おじ、ソフィア・コッポラや、 ニコラス・ケージはいとこである。17歳から演技を始め、1998年の天才マックスの世界で映画デビュー。同映画には主演で出演しており、ビル・マーレーと共演しているが、それまでは演技の経験が皆イムにも等しかった。しかしその後も、ウェス・アンダーソン監督作品の常連であり、2007年公開のダージリン急行では、ウェス、 ロマン・コッポラと共に脚本を手掛けている。アンダーソン作品以外でもよく顔を出しており、いとこのソフィア・コッポラが監督したマリー・アントワネットやダスティン・ホフマン、ジュード・ローラ共演のハッカ・ビーズなどがある。ドラマーでもあり、ロックバンドファントム・プラネットでツアーを行ったこともある。ジェイソンは俳優業に専念するため2003年に脱退した。2008年2月6日、 ポニーキャニオンよりココナッツレコーズとして CD アルバムナイトタイミングをリリースしている。また同バンドに所属していた頃には来日もしている。2009年7月11日にアパレルデザイナーのブレーディカニングハムと結婚した。2010年に娘が生まれている。映画のプロモーションではないが2009年に渋谷にニューヨーク発のセレクトショップ。 オープニングセレモニーがオープンした際には、オープン記念のために、キルスティン・ダンストやオルセンシマイラと共に来日して、オープニングパーティーに出席した。ありがとうございます。